I'ma be my best self. ニョボ旅です。そもそもなんで私たちがこういうお遍路に挑戦しようかと思ったのかというと、ちょっと前にですね WBF グランデ博多っていう朝食ステーキ食べ放題のホテルに泊まったんですけど、まあ、すごくそのホテルは良かったんですけど、なんか欲望のままに贅沢して喜んで、まあ、時にはそういうこともいいと思うんですけど、なんかそういうことを人間がし続けるのって、そういう旅ってどうなんかなってちょっと思うようになったんですね。どうせなら自分と向き合えるような、自分が磨かれるような体験をニョボ旅ではせっかくなので撮りたいと思ってます。ということで今回はこの福岡のお遍路に挑戦させていただきました。いやー、でも遍路終了した後ね、2人がどうなっているのか注目してみてください。笹栗の帰国お遍路の歴史についておしゃべりします。そもそも中国から渡ってきた空海っていうあの僧侶さん、お坊さんがですね、ここ福岡の笹栗で修行をされました。今から行く奥の院っていうところなんですけど、笹栗で困っている人たち、困窮している人たちを見て、あの必死で祈願をして、そしたら平和が訪れたんですね。その後時が流れて、福岡出身のですね慈仁っていうお坊さんが四国のお遍路から福岡に帰ってきまして、で空海さんのその逸話伝説を聞いて、じゃ あここ福岡笹栗にも四国のお遍路みたいな88箇所のお寺を作ってみんなで信仰していこうよってで提案をして、で村人たちもおやろうぜやろうぜっていうことで、どん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 仏像とか石像が作られていきました。まあ、志半ばで慈念さんは天国に行ってしまうんですけれども、その後も、石を継いだいろんなお坊さんたちの努力の甲斐あって笹栗四国お遍路が誕生したわけです。そもそも私たちが唱えてる般若心経、どういう意味なの、何なのっていう話をしたいと思います。般若心経っていうのは西遊記のなんだっけ、三蔵法師、三蔵法師さんが伝えた、ありがたいお経なんですけど、じゃあどういう意味なのかなっていうと、私なりの解説ですけど、もうこの世は空である、人生は無意味である、あなたが感じている痛みとか苦しみとか嬉しい感情とか肉体的な辛さとかも全部自分が作り出したあの世界、あの自分の思い込みです本当はそんなものあってないものです。それに気がつく、あ、この世って何にもないんだ、空なんだ、ただ生きてるだけなんだっていうことに気づくと、すごくこう人生生き方が楽になりますよ。ギャーテギャーテハーラーギャーテハーラーソーギャーテボジソーカ般若心経っていうのはもう最後ですね。私たちみたいな人生の修行中の者たちを頑張れ頑張れ、悟れる者たちを頑張れ頑張れっていう意味です。で、今日ですねお遍路に行くとき、博多駅の改札入ったときにうんちが落ちてたんですね。動物なんてあんなとこいないので、人のうんちですよね。多分きっと体のバランスを崩されて我慢できなかったんだなって思うんですけど、まあ、私なりに勝手に想像するに、
仕事行きたくないとか、もうストレスですよね。会いたくない人がいるとか、プレッシャーとか、なんかそんなのが積み重なって、ああいうことになっちゃったのかなって思うんですけど、ここまでなっちゃうぐらい自分を追い込んでしまうぐらい辛い時、般若心経のこの世は空である無であるっていうことをふと思い出すと、なんかすごく生き方が気持ちが楽になるんじゃないのかなっていうか、この現世に私たちのめり込んでしまって、自分の世界でこうしなきゃいけないとか思い込んで、自分って最低だとか、自分って何にもできない、価値がないとか思い込んでしまう、しまって辛くみんな余計にさせてるんじゃないのかなって、私もそういう時があったんですけど、そんななるくらいだったらこの世は本当空である、ただ生きてるだけである、自分がここにいるだけである、でちょっと開き直るっていうか、そういう風にもっとここ世界はここだけじゃないみたいな、そういうことに気づくありがたい教え、それが般若心経なんじゃないかなって、私なりの解説です。ありがとうございました。突き当たったら橋があります。女の子たちが教えてくれます。猫ちゃんと一緒にお遍路をすることになりそうです。道を間違えてしまって戻るよ。30分戻らない。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。